国中会、国中会、国中会国柱会は、元日蓮修僧領、田中智学によって創設された、北華宗経済家仏教団体、純正日蓮主義を報じ流派として知られる。国中会の名称は、日蓮の三大誓願の一つ、我が日本の柱とならんから智学によって命名された。独立した宗派としての正式名称は、本家明宗。また、 地学の造語であり、戦前日本では国家主義のスローガンとして多用された発行意中を最初に標榜したのは国中会であった。日蓮主義という表現を国中会によって初めて使われた。主義という概念が明治以降に流入した西洋哲学に由来するものであり、口述のように日蓮主義という概念は日蓮教学の近代的体系化の一端を表している。 国中会の根本の理念は、時短制度によって形外化した伝統宗門の改革と近代化を、在家主義の立場から目指すものである。教学における国中会の功績は、現在でも、史上文庫や、新世界者などに引き継がれている。分派した各北華宗、日蓮修習派の統一。さらには、北華一条のもと、全宗派、全宗教の統一。 一点視界みなき妙法のための宗教革命、並びに、高祖高層の日本国体を北華行のもとに体系化することを究極の目標としている。さらには、地学の思想による全国の神社に祀られる主神は全て高祖神に統一されるべきという主張や、法要寺の礼服、祭壇の祭り方、術を一切用いない、など、神道的な要素を強く残しており、 北紀神道の団体としての色彩も強い。なお、本家妙宗としての信仰は、釈尊を、教祖、日蓮を宗祖と仰ぎ、本尊は、日蓮大聖人の佐渡試験の妙法曼荼羅としている。内学が、日蓮宗の宗義に疑問を抱き、現属して、最初に設立したのが、蓮華会という組織である。1880年、明治13年。 横浜において結成され、国中会の先駆けとなった。その後、東京進出に伴い1884年、明治17年に名称を立正安国会に改名。宗教をもって警告の根本事業、とすべしと宣言し、在家主義の立場から仏教の近代化を目指した。1902年、明治35年、日蓮仏教の教学を組織体系化した。 本家明集式目を発表し、1903年、明治36年より大阪などで、日蓮文化各教団の僧侶を集めて本家明集、研究大会を開催。地学はその中でも、神武天皇御陵前での講演、構想の建国と本家の対教において、日蓮仏教の国教化を目指す、大仏明号思想を宣言した。1914年、大正3年、 名称を現在の国中会に改称。1922年、大正11年には芸術を通しての協決活動と名打って外閣団体、国戦文芸会が組織され、日本国体に基づく独自の国戦芸術を展開した。1923年、大正12年には議会政治に参画する目的で立憲養成会が結成され、 国立会談混流を主張、天皇の法華行基へによる公戦ルフ、宗教革命を目指した。1929年、昭和4年には、地学の次男、田中沢二が総裁に就任。沢二は、前年の第16回衆議院議員総選挙に立候補し、落選、沢二の議席獲得はならなかった。しかし1936年、昭和11年の、 第19回衆議院議員総選挙に、同会公認で立候補し落選した田中公が同年繰り上げ当選し、初めて帝国議会に議席を獲得した。田中公は1937年、昭和12年の第20回衆議院議員総選挙にも、立候補し再選。地方議会や農会には、最盛期で100人を超す議員が所属した。同会は新体制運動や、体制翼会には、 批判的であったため、1942年3月17日結社、不許可処分を受け、解散に追い込まれた。1926年、大正15年には、明治節制定の西岸運動を契機に、外閣団体、明治会が創設され、愛国主義運動を、専用、1927年、昭和2年に西岸が実り、明治節が制定された。また、 宮沢賢治と同じく著名な会員であった帝国陸軍石原幹事中将の東亜連盟構想や世界最終戦論、さらには石原が参謀であった満州国建国の思想的バックボーンとして国中会の思想は多大な影響を及ぼした。特に満州国には皇軍慰安泰を国中会より派遣し関東軍軍人を支援している。この時期が 国中会の歴史上最も活況だった時代であり、日連系諸教団の中でもエリート主義集団と目されるほど有数な著名人が会員であったことで知られる。1928年、昭和3年に、地学の念願であった、北ッ行の宝刀を彷彿とさせる壮大な、妙集内霊廟を東京、市野へに創建し、私の卒業論文と言わしめた。同年、 日蓮成人650年延期を契機として、祖病中心、修文統一を、スローガンのもと、身延登る詣団を結成し、現在でも、毎年続けられている。1939年、昭和14年に、地学が自弱し、地学の長男、田中報告が、時代会長に就任。1945年、昭和20年、戦災によって、 本部行動を消失、また敗戦に伴い勢力は著しく減退した。現在も純正日蓮主義を掲げ、在家主義と国粹主義を標榜する団体として、独自に活動を行っているものの、右翼思想も時代に埋没して、かつての活況を見せていない。2005年、平成17年、国中会創立120周年記念式典の直後、 当時会長職にあった四代目、田中明久が、教団の世代交代、若返りを目指して、会長職を、当時二十八歳だった、長男、雄一郎、田中総国に譲る。宗教団体のリーダーとしては極めて異例な、若さでの会長、最終就任に注目が寄せられた。青木治によれば、日本会議との関係についてのあえら編集部による、取材、アンケートにおいて、 日本会議関連団体である美しい日本の憲法を作る国民の会代表委員に教団幹部が就任しているとしている上杉聡によれば過去に実施された保守系政治団体日本会議のイベントの受付において国中会を含む各種宗教団体別の受付窓口が設けられ参加者を組織動員したことがある1960年 昭和35年、国中会は、日蓮門下の連携を目指して、日蓮聖人門下連合会を主催、発足させた。各北家収集門と多くの共同事業に携わり、主なものでは、日蓮聖人700年延期記念事業として、作詞、西川光、作曲、眉住敏夫によるオラトリオ、日蓮聖人を、東京交響楽団の演奏で、全国各地で上演。 その後も、比叡山階層1200年記念法要、2003年、平成15年、立教階層750年記念事業、第日連展、2009年、平成21年、立正安国論創新750年記念事業、日連と北京の名宝展などがある。以下、日連聖人文化連合会加盟団体の一覧、国中会では、 会長のことを祭祀と呼んでおり、その地位は創設者の田中家による摂取制となっている。歴代祭祀は以下の通り、楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。